皆さん日々のゲームライフお疲れ様です。ワプ2のテッシーです。さて今回は任天堂スイッチのオンラインで実施されている超お得なセール情報をお届けいたします。今回ご紹介させていただくタイトルは全部で10本、セール終了時期の早いものから順番に紹介しておりますので、そのあたりも踏まえてソフト購入時の検討材料として最後までしっかり視聴のほどよろしくお願いいたします。というわけでそれでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介するのはルートレターラストアンサー。こちら定価4980円が11月21日まで 85% オフの747円となっています。本作は2016年に発売されたルートレターのバージョンアップ版で、豊かな自然と歴史あふれる島根を舞台に15年前に文通していた少女を探して謎を解く本格ミステリーアドベンチャー。プレイヤーは高校時代に文通をしていた少女を探すため、彼女が暮らしていた島根県松江を訪れ、彼女を知る7人の旧友を突き止め、15年前に起きた事件の真相を探る。手がかりとなるのは彼女と交わした10通の手紙。当時の手紙に対する返信を回想することで物語は様々なルートに分岐していきます。本作では前作同様のイラスト版オリジナルモードに加えて、総勢90人のキャストによる実写版ドラマモードを採用。美しい街並みを舞台に織りなす人間ドラマをさらにリアルに表現し、まるでテレビドラマを見ているような没入感の高い物語体験を実現しています。さらに前作の物語のその後を描いた4つの解明編シナリオを追加収録。主人公マックスとペンフレンドフミノアヤの手紙が紡いだ不思議なドラマの心温まる最終章が描かれます。続いてご紹介するのはセル。こちら定価1800円が11月22日まで 40% オフの1080円となっています。本作はゼルダの伝説シリーズから影響を受け制作された SF アクションアドベンチャーゲーム。主人公は記憶喪失の女性リード。彼女はセルと呼ばれる惑星に不時着し、その不思議な世界を冒険することとなる。セルには彼女の過去と何らかの関係があるようで、プレイヤーは冒険を通じて彼女は何者なのか、なぜこの惑星にやってきたのかという謎に迫ります。戦闘では基本的な動作として攻撃や回避、ガードやパリーが可能。またゲームを進めるにつれて手に入るガジェットを装備し、パズルのようなギミックを解きながらステージを進んでいきます。他にもクラフト要素も存在。敵を倒したり草むらを買ったりすることで手に入るアイテムを用いてポーションなどを作成できるほか、武器のアップグレードも可能。キャラクターを強化して強敵に立ち向かいましょう。ちなみに前回9月に行われたセール価格より200円ほど下がっており、さらにお得となっています。3本目にご紹介するのはロキ。こちら定価2200円が11月23日まで 50% オフの1100円となっています。本作は世界各国のアワードにも選ばれた北欧のおとぎ話を舞台にしたアドベンチャーゲーム。主人公トーブはある日亡くなった母がよく話していたおとぎ話に出てくる怪物に家を襲われてしまう。家族を救うため正体不明のポータルへ足を踏み込むと、そこには姿を消していた伝説の世界が広がっていた。摩訶不思議な古代のパズルの謎や様々なモンスターとの出会い、そして主人公頭部に隠された秘密など真実を見つけ出す本作。親しみやすいグラフィック、簡単操作で幅広いプレイヤーが楽しめる豊かで温かみを感じる北欧スカンジナビア伝承をなぞる冒険に出かけましょう。次にご紹介するのはモンケージ箱庭の夢。こちら定価1520円が11月23日まで 20% オフの1216円となっています。本作は別々の世界が表示されるキューブを回転させ、複数の角度からつながりを見つけて謎を解くパズルゲーム。キューブの6つの面は一見すると共通点が全くないように思えますが、実際は蜘蛛の巣のように互いに密に連携しています。プレイヤーはその関連性を見つけてパズルを合わせて新しい物語を見つけながら隠された秘密に迫る。目の錯覚を利用した仕掛けが随所に盛り込まれており、パズルが解けた時のスッキリ感が他では味わえないほど格別な本作。ゲームを進行していくことで徐々に紐解かれる親子のストーリーにも注目です。5本目にご紹介するのはゴーストランナー。こちら定価4500円が11月23日まで 60% オフの1800円となっています。本作は巨大な要塞都市を駆け抜ける一人称視点のサイバーパンクパルクールアクション。謎の天変地異により文明が崩壊したサイバーパンクの世界を舞台に展開されるハードコアなストーリーや、要塞都市を高速で駆け上がる滑らかなウォールラン、一撃必殺で展開されるスタイリッシュなアクションが特徴の本作。さらには手から放出した電磁性のワイヤーをフックに引っ掛けて移動したり、刀や手裏剣を使った攻撃など、華麗かつダイナミックな忍者を彷彿とさせる高速アクションとなっています。また本作のもう一つの特徴が、主人公や敵には体力ゲージがなく、一撃でも攻撃を受けてしまうとやられてしまうスリル満点の難易度。高速死にゲーと言われ、発売当時 SNS 上では RTA などが非常に盛り上がった作品が、この価格で購入できるのは非常にお得ですよね。
続いてご紹介するのはポップな世界観が特徴的なアクションアドベンチャージャーニートゥーザサベージプラネット。こちら定価4950円が11月23日まで 60% オフの1980円となっています。業界第4位の怪しい性感探査会社の新入社員として入社した主人公は、未知の惑星 ARY-26 が人間の居住に適しているかどうかを調査する任務を受ける。装備や計画表もなく、あるのは片道分の燃料だけ。話しかけてくるユーモアなエイリアンや肉食の植物など個性的な生物ばかりの中、果たして無事任務を完了することができるのか。最低限の持ち物からスタートし、探索するための装備をクラフトしたり、ミッションを完了した後に地球へ戻るための燃料を確保するのが目的。戦闘時に攻撃ができるレーザーピストルや2段階ジャンプができるブースタージャンプなど、様々な装備の製作やアップグレードができるので、資源を入手してどんどんクラフトしていきましょう。またオンラインでの2人協力プレイが可能。ブラックユーモアあふれるこの世界で充実した冒険ライフを送りましょう。7本目にご紹介するのはファーローンセールズ。こちら定価1507円が11月23日まで 50% オフの750円となっています。本作は不思議な船に乗って世界を冒険するアドベンチャーゲーム。映画を誇った文明の残存をたどりながら、干上がったかつての海原を進んでいく。立ちはだかる数々の障害や過酷な天候を乗り越え、船を進めた先に主人公が見るものとは。本作には主人公以外の登場キャラクターが存在しないため、敵に襲撃されたり誰かに手伝ってもらうようなことはありません。ただ一人で様々なギミックを解きながら、相棒の船とともに週末旅行の旅へ出かけます。ゆっくりとした時間の流れを感じられる心地よい空気感の本作。クリアまでのプレイ時間は約3時間と短いものの、海外レビューサイトのメタスコアが88点、ユーザースコアも 7.9 と非常に高い評価を得ている作品です。続いてご紹介するのはヤングソウル。こちら定価3850円が11月23日まで 30% オフの2690円となっています。本作は双子の主人公ジェンとトリスタンとなり、人間世界とゴブリンたちが支配するパラレルワールドを舞台にエキサイティングな冒険を繰り広げる横スクロールアクション RPG。 コンボやパリーをうまく使ったバトルアクションと、多彩な装備とアイテムの組み合わせによる強化要素、協力プレイも可能なゲームシステムと、バトルの難易度や強化要素が絶妙に仕組まれたゲームバランスが魅力となっています。一人プレイ時にはワンボタンでキャラクターを切り替えながら、交代はいつでも可能で、控えに回すことで体力が回復されます。めちゃくちゃおすすめの本作なんですが、画面切り替えのたびに起こるロード時間がいちいち長く、かなりストレスを感じてしまうところが唯一マイナスなので、購入時にはその点だけ注意してください。続いてご紹介するのはスーパーリミナル。こちら定価2050円が11月23日まで 40% オフの1230円となっています。本作は強制的遠近法による錯覚などを使った一人称視点のパズルアドベンチャー。強制的遠近法とは、影や反射や視野を無視した場合に、ある物体が近くて小さいのか、遠くて大きいのか判別つけづらいことを使った視覚トリックのこと。分かりやすく説明すると、皆さんがよく写真撮影の時などに遠くの塔を支えているように見せたり、手のひらに人が乗っているように見せる手法のこと。本作ではこの手法を利用して、チーズを巨大なスロープにしたり、ミニチュアの家が実物大サイズになって中に入れるようにすることで先に進めるようになります。不思議な感覚で脳が騙されまくる面白い体験ができる本作。説明だけではなかなか伝わりにくいかと思いますので、ぜひ一度プレイしてみてください。そして今回最後にご紹介するのはモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼。こちら定価6990円が11月24日まで 67% オフの2290円となっています。本作はモンスターと絆を結び、育て、共存するライダーとなり、モンスターハンターの世界を冒険できる RPG の第2弾。舞台は全てのリオレウスが消えてしまった世界。世界で起きている異変と伝説の真相を確かめるため、主人公は破滅と希望の物語を紡いでいく。本作のバトルは前作のターン制コマンドバトルを用いた上で、モンスターハンターシリーズ本編のように立ち回り次第で相手モンスターを制御し、戦略的なバトルができるシステムに進化。相性や相手の特徴などから行動を推測し、戦略を練ることで強力なモンスターの討伐が可能になり、狩りの気持ちよさと達成感をより味わえるようになっています。また新たに全世界のプレイヤーを共闘パートナーとして共にバトルやクエストに挑戦することができるようになり、本来のモンハンライクな楽しみ方も可能となっています。ちなみに10月にワプ2で紹介した時よりもさらにセール価格が大幅ダウン。めちゃくちゃお得です。
さて今回は任天堂スイッチの超お得なセール情報ということで10本のタイトルをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。1000円を切るような格安タイトルは少なかったんですけど、どれもセール価格で考えるとコスパ的には120点というものばかりでしたので、気になったタイトルがございましたらぜひプレイしてみてください。あとセールソフト購入時に注意していただきたいのが、頻繁にセールで出ているタイトルの中には前回のセール価格より値段が上がっているタイトルもございます。 WAP2 ではそういった意味も含めて過去に紹介したタイトルを再度紹介していたりもしますので、過去動画と見比べて一番お得なタイミングで購入していただければと思います。また視聴者の皆さんからもご意見ご感想などございましたら、コメント欄にてどんどん記載お願いいたします。さて WAP2 では任天堂スイッチを中心に新作ゲームの紹介やお得なセール情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォロー、サブチャンネルの視聴もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。